しましたか？友達とご飯を食べて、映画を見て、コーヒーを飲みました。週末、何をしましたか？何もしませんでした。朝、何をしますか？歯を磨いて、顔を洗って、 朝ごはんを食べます。朝何をしますかシャワーを浴びて日本語を勉強してそれから学校へ行きます。どうやって自動販売機でジュースを買いますかまずお金を入れてジュースを 選んでボタンを押します。どうやって自動販売機でジュースを買いますかすみません。わかりません。うちへ帰ってから何をしますかうちへ帰ってからご飯を食べます。 うちへ帰ってから何をしますかうちへ帰ってから、日本語を勉強します。仕事が終わってから何をしますか友達とコーヒーを飲みます仕事が終わってから何をしますか 何もしません。いつごはんを食べましたか宿題をしてからごはんを食べました。いつごはんを食べましたか昼寝をしてからごはんを食べました。ハノイはバイクが多いですか はい、ハノイはバイクがとても多いです。東京はバイクが多いですかいいえ、東京はバイクが少ないです。日本は食べ物が美味しいですかはい、とても美味しいです。 日本は食べ物がおいしいですか。いいえ、あまりおいしくありません。恋人はどんな人ですか。優しくてハンサムで背が高い人です。恋人はどんな人ですか。 明るくて、面白くて、綺麗な人です。どんな家に住みたいですか広くて、明るくて、綺麗な家に住みたいです。どんな家に住みたいですか小さくて、便利で、 かわいい家に住みたいです。ゆかさんはどの人ですかゆかさんですかあの、髪が短くてかわいい人ですよ。ゆかさんはどの人ですかゆかさんですかあの、背が高くて ちょっと太っている人ですよ。